全然。まだ一匹も釣れてないの？釣れてないんですよ。いやあれ逃がした魚は大きかったよ。残念だったね。どうしよう今日の晩ご飯。今日キャンプに来てます。山梨の道志村です。初めて来たね。いいとこだね。水の流れる音がね、いろんなとこから聞こえてきて、とてもネイチャーを感じます。どうですか久しぶりに見る富士山。今日は綺麗に見えるね。お、白鳥がいるじゃん。本当だ。